5月10日午前中の取引を終えました。日経平均株価は昨日に比べて37円57銭高い 22,446 円45銭と言っています。今日高いところで 22,500 円台、全日経時点では 22,400 円台であります。日経平均は反発であります。トピックスも、かろうじてというんでしょうか、プラス圏を維持であります。昨日に比べて 1.02 ポイント高い 1773.93 で終えています。ただ日経平均トピックスとも指数的にはプラスでありますが、東証一部全体の過半の銘柄ですね、1120銘柄が下落であります。値上がりは860となっています。値下がり銘柄の方が多いにもかかわらず指数はプラスというのが前日経時点の動きでありました。それでは日経平均株価のチャートをご覧いただきたいと思います。日経平均のチャートであります。日経225冷やしチャートであります。このところ、ほとんど膠着状態が続いています。22,500 円ですとか 22,400 円台での持ち合い相場といったところでしょうか。このように横水平的な株価チャート冷やしの動きであります。今日も37円ほとんど動いていません。なかなか、アメリカのイランの核合意の離脱ですね、なかなか国際的にいろいろ政治的な材料出ていますが、マーケットの反応としては薄いというのが東京市場の動きであります。こうした中でありますから、やはり材料視されるのは決算であります。例えばこちらトヨタ自動車、今日も大商いであります。トヨタ自動車冷やしチャートであります。トヨタ昨日初めて場中に決算発表を行いました。場中の決算でありまして、このように冷やしチャートでは大陽線をつけて、ほぼ昨日は高値で終えています。今日も窓を開けて買われています。トヨタ自動車前引け時点で 2% 高であります。現役予想、2019年3月期今期は現役予想でありましたけども、為替レートドル円が105円、ユーロ円が130円ということで、かなり保守的に見積もっているということなんでしょうか。マーケットの反応としては上振れ期待から買われているというのがトヨタ自動車の動きであります。一方で東証一部の大型株、対照的なのが9984ソフトバンクであります。ソフトバンクは下落であります。このところ、日経平均トピックス持ち合い続いている中で、ソフトバンクは今日やや弱いという動きであります。このように大きめの陰線を引いて前引けの取引を終えています。日経平均トピックスともこの紫色の線、5日移動平均線がオレンジ色の線、75日線を上抜いてゴールデンクロス次元しているんですが、ソフトバンクはなかなかこの紫の線ですね、5日線が75日線を抜けないという状況が続いています。ソフトバンクも昨日決算発表を行っていまして、今期予想非開示ということであります。このあたりが何か不透明感につながっているのかもしれません。ソフトバンクは 2% の下落で前引きを終えています。以上、前場の模様、東証アローズからお伝えしました。